ムを始めたのは日本で高校生の時、17ぐらいの時で、まあ、それがもともとドラムをやるきっかけになってるね。それがパースの その歓楽街、そこでとりあえず踊らせなきゃと思って、バケツなりゴミ箱なりフライパンを叩いて、それがそこでのきっかけで踊らせるっていう。やっぱ音楽はもう世界共通っていうか、言葉の壁を越えているっていうのはもう間違いないでしょう。それはもう間違いないですよ。言葉が通じなくてもやっぱり音楽で、分かり合える部分はすごい大きいし、音楽とはもう音を楽しむものであって、もう上手いとか下手とかも関係ないね。もう音をいかに楽しむか、それが音楽。